マーガレット・ブランデージはアメリカ合衆国のイラストレーター、画家、パルプマガジン、ウィアード・テールズのイラストで知られる。イラストボードにパステルで描くやり方で、1933年から1938年にかけて、ウィアード・テールズ氏の表紙のほとんどを描いた。1900年、シカゴにスウェーデン系とアイルランド系の両親の間に生まれる。父は、ジョナサン・イル・ティ 母は、マーガレット・ジェイン・ルティーと、ジョンソン、共に、スコットランドのオークニー諸島の出身だった。8歳の時、父親が亡くなり、母親と祖母に育てられる。母親は生涯再婚することなく、クリスチャン・サイエンスの信仰に生涯を捧げ、信者への指導を、収入の足しとした。マーガレットは、ジラード・グラマスクールから、マッキンリー・ハイスクールに進学。クラスメイトに、 ウォルト・ディズニーがいた。1919年、ハイスクールを卒業。私は卒業したけど、彼はしなかったと後にブランデージは語っている。1921年から1923年の間、シカゴ美術館附属美術大学に通いながら、シカゴの新聞社のためにイラストを描き出す。代理店が持ってくる案に答えて、カラー。 白黒どちらでもファッションデザインを描くことができた。大学は卒業できなかった。その理由についてマーガレットは、副業のせいではなく、レタリングの適性がなかったせいだと述べている。この時代、アメリカは、禁酒法が施行中であった。しかし、マーガレットは、シカゴで人気の紳士社交クラブ、ディルピクルクラブで働く。そこで彼女は悪名高い女たらしの室内装飾家。 ペンキヤと出会う。スリムことマイロンリード・ブランデージである。1927年、二人は結婚する。夫は元方々で過激な政治思向を持ち、また叫びたりだった。二人は家族を設ける。1932年、マーガレットはファーンズワース・ライトのオフィスで仕事を得る。ライトはビアード・テイルズの編集長でオリエンタル・ストーリーズの表紙を数枚描いた後、 ウィアード・テイルズの表紙を任せられるようになる。ウィアード・テイルズ1937年9月号、最初の表紙は1932年9月号で、以後、1933年6月号から1936年8月号まで、連続39号の表紙を担当した。1933年から1938年に、かけては、他の画家と交代で担当した。 最大のライバルはバージル・フィンレイだった。最終的に1945年1月号まで計66冊の表紙を描いた。表紙1枚ごとに90ドルが支払われた。その額は彼女、息子、母が食っていくのに十分な額だった。マーガレットは様々なシチュエーションで苦しむ善羅、または反羅の囚われの姫君を描くことが多かった。 鞭打たれる場面は特に注目され、また物議を醸した。表紙に感動的なシーンを選ぶのは編集長のライトだった。マーガレットの絵は読者に人気で、シーベリー・クイーンなど作家人もマーガレットがそういった絵を描けるように、小説の中に感動的な場面を入れるようになる。小説が表紙に使われると報酬が高くなるからだった。 パルプマガジンの表紙は露骨な描写から悪評が高かった。マーガレットも例外ではなかった。彼女は絵にエムブランデージとサインをしていたので読者の多くは画家が女性だということを知らなかった。編集部がシカゴからニューヨークに移転した1938年以降、ニューヨーク市長フィオレロラ・ラガーディアにより新聞雑誌類売店で売られるパルプマガジンの表紙に対して新しい 品位の基準が課せられた。さらに、マーガレットがシカゴで描いたパステル画をニューヨークに送る技術的問題もあった。そして、1940年の編集長ライトの詩である。マーガレットはパルプマガジンとの関係が終わった後も、絵を描き続け、SF 大会や展覧会に作品を出品した。そこで、オリジナルの絵が盗まれたこともあった。ウィアードテイルズに、 レギュラーで描いていた時のような財政状態に戻ることはなく晩年は休迫した。それでもマーガレットは亡くなるまで絵を描き続けた。クラーク・アシュトン・スミスはマーガレットのイラストに対して批判的だった。1933年12月、スミスは HP ・ラブクラフトにこう伝えている。最近の WT のデザイン、色彩が豊かなのは いいんだが、奇妙なクリスマスカードみたいだ。ブランデージ夫人は、ジャージー牛が取り付いているんじゃないかと思うほど、変なものに力を注いでいる。この絵の中国人の手、ダーレススコラの、潜伏するもの,のウトパテルの差し絵から衝撃を受けた、みたいに変な角度に曲がってる。1937年の9月9日には、RH バーローには、質問。 どうしてブランデージは描く女性描く女性。血の巫女に父を与える馬みたいに描こうとするんだろう。うんざりとも、複雑とも言えないまでも、滑稽だ。ありがとうございます。